ジャパンエキスポ公式サイトをご覧の皆さん、こんにちは。ゆずです。えみです。かりんです。部長です。私たちレスラビッツです。はい、私たちレスラビッツは中高生3人とこのおじさんがいるアイドルグループで、ジャパニーズですポップというジャンルで日々頑張っています。はい、というわけで私たちレスラビッツは5月22日に行われる東京キャンドルの決勝戦への出演が決定しました。はい、というわけで5月22日はぜひこの蔦屋オイストさんへ遊びに来てください。はい、そしてね、東京キャンドルというイベントはもうイベント自体がたくさん素敵なアイドルさんが出演されて楽しいので、皆さんぜひ5月22日は蔦屋オイストに遊びに来て、そしてレスラビッツへの投票をよろしくお願いします。お願いします。以上、レスラビッツでした。バイバイ。待ってるよ。